もっと知りたい鹿児島県新体育館に関するいろんなこと。今日はですね、錦江湾サマーナイト大花火大会はどうなるのっていうあれでいきますけど、今日はですね、この動画2022年の8月20日のサマーナイト大花火大会のですねを撮ったものなんです。それでね、ちょっとまあいろいろこの雨、こんなに雨が降ってるんですよとかいうのを言いたいんですけど、まあそれは別にしてですね、この錦江湾サマーナイト花火大会はですね、九州最大の花火大会なんですよ。ほんで去年がね、2023年が15万人ぐらいで、この日はね、まだほらコロナが完全にねあれされてませんでしたけど、12、3万ぐらいが詰まったんじゃないかなと思いますよ。あれこうやってほら後ろを振り返ったりしてるんですけども、続々とっていうかですね、粛々とっていう感じだったですよ。こうね、集まっていかれるんですよ。それでこの動画を選んだのはですね、友達からあれを出せって言って、何かっていうと、この錦江湾サマーナイト花火大会、もうサマーナイト花火大会ということしますからね。ほんでサマーナイト花火大会の、無料観覧席になってたのが、その今度体育館ができるドルフィンポートあたりだったんじゃないけって言われて、あ、だったよ、だっただった、じゃったじゃったって話になったんですよ。で今年は行けんなっちゃってよ、今年はどうなってんのって言われたんですけど、ネットであれしてもですね、この無料観覧席に関するあれが出てないんですよ。あ、後から出てくるかもしれない、近づいてからね、あと1ヶ月2ヶ月ぐらいありますからね、かもしれないけど、現時点ではねほとんどない。あるのはね、観覧席の、チケット、あれが高くなったっていうのはね、あれでもう一月ぐらい前かな、 あのローカルニュース、テレビ番組で知りました。それでこれさっき言ったけ、この動画は4分5分以内で終わりますから、ちょうど前ですよ。ほら、あそこに県の体育館ができるわけですから、そうなった時に無料観覧席じゃなくて、鹿児島市が、これまでずっとこう推し進めてきたサマーナイト花火大会の、計画はどうなるの。いや、だってほらここはもうあれですから、体育館ですから、迂回せんないかん、ずっとね、簡単に言うとそういうのも含めて、今のあれで選挙が行う、のあれに、選挙運動のあれになりましたよ。だからそれに、取り上げてもらうようにね、な感じで「せえ」って言われて、あ、だよねだよねっていうことでね、あれしたんですけど、もうすぐからしたらストップモーションしますからね、いいですか。ほらありますですよ、無料観覧席へはこちらからってやるけど、ここに県の体育館ができたとしたら、で、できた後で鹿児島県民が怒ったって遅いですからね。だからこれも今回のその県知事選の論点としてですね、そういうところでですね、取り上げてもらったら嬉しいですよ。いや、取り上げてもらわないと困る。はい、ということで、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。